基本全部途中にマニュアルというか片足に乗ってる状態があるんで、これもさっき言ったリズムというリズムです。でしっかりと片足マニュアル部分で乗ってあげて、この回転してる力を殺さないように最後のキャブスリーまでつなげてあげる。でまあポイントとしてキャブスリーにしたいんだったら、なるべくここ最後のアウトのところを、左足で乗ってるんですけれども90度ぐらいまでスライドさせることで最後のキャブスリーの力が伝わると思います。